ただいた曲は看板娘でハッピーでした。ということで看板娘、久しぶりに大垣に帰ってきました。ちょうどね、前回さ来たのが10月だったから、ちょうどね9ヶ月前になるんだよね。久しぶりだ ね。令和初ってこと？令和初、そう、うわすごい、めっちゃ久しぶりだ ね。でもさ、9ヶ月前だとさ、私たちのこと忘れてるって人もいるんじゃない？私たちのこと覚えてるよ、知ってるよって人。お、そうだ、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいね。え、でもさ、なんか大垣で、あの、看板娘って知名度高いのかな、うん、え、どうなの？高いのかな、どうなんだろう。でも知らない人も今さっき ね、いらっしゃったから。じゃあ知らないよっていう人とか、忘れちゃったよっていう人がねいると思うので、一人ずつ自己紹介いきたいと思います。トップバッターはるいちゃん。はい、ぴわぴわるいるい、ぴわるいるい、いつもちょこちょいで天然なるいです。よろしくお願いします。イエーイ。次はかのんちゃん。はい、かっきんのんきかのんちぃ、すばらしく担当かのんです。よろしくお願いします。イエーイ。次はあんとちゃん。はい、あなたの心癒します。そんな私はアプリコンタイプル。ありがとうございます。レンジ担当最年少のアンズです。よろしくお願いします。イエーイ。最後にアイちゃん。はい、愛情愛想愛嬌愛の3コンボ。ありがとうございます。皆さんに愛を届けます。緑色担当です。よろしくお願いします。イエーイ。はい、私たち安城商店街アイドル看板娘の商店街から安城を元気にのコンセプトに結成された商店街密着アイドルです。商店街のイベントに出演したり、商店街のお店の PR をしたり、安城市や安城市の商店街の活性化のための活動をしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ちょうどね、さっき言ったけどさ、ちょうど9ヶ月前にさ、来たんだけどさ、みんな大垣どう？今回どう？でもね、私ね、あの、実は数日前に大垣遊びに来てまして、そう、あの、あちらに見えるマスカフェさんとか、綺麗だった。あ、そうそう、インスタ映えって感じね、そう、カフェで。あの、何やってるの？甘酒プリンとか食べたい。スイーツ、あの、かき氷とかもあって、タピオカ乗ってるかき氷とか。え、タピオカあんの？そう、あって美味しかったし、あの、もちそうさんの、あの、水まんじゅうもいただいたし、水まんじゅう美味しいよね。あの、大垣屋さんでたい焼きもいただきましたよ。いいね、美味しかった。そう、今ね、あの、大垣屋さんと私たちの曲作ってくださってるマサプーさん、マサさんって方とコラボしてマサプースペシャルっていうね、たい焼きを出していらっしゃって。そうなの？え、なんか何入ってるの？なんかチーズと厚切りのベーコンと、あと野菜、野菜も入ってたの。美味しそう。チーズめっちゃ入ってて美味しかった。あっちらからも美味しかったっていう声が聞こえてきたけど、あとで食べに行こう。ぜひ皆さんも食べに行ってほしいですね。ね、そろそろで、ね、次の曲に行きたいと思います。それでは聴いてください。看板娘でドキドキ。あなたと仲良くなれたら毎日がもっと楽しくなるのにな。I'm
今聴いていただいた曲は看板娘でドキドキとキュウリでした。実は、ね、今聴いていただいたキュウリっていう曲は安城七夕祭りをテーマに作っていただいた曲なんですけど、今日は7月7日ということで七夕なんだけどさ、みんな七夕なんか七夕らしいことした？七夕らしいこと、まだでもさ、なんかあれだよね、私とあんちゃんとあいちゃん3人でね、安城七夕祭りっていうのをね、笹飾りをね作りに行ったんです。そう、お手伝いに行きました。黄色のお花をね、こうやってめくって、ね、めくって咲いたよね、わかんないとなんか破れちゃったけどね。そう、破れちゃったよね。結構難しくてね、丁寧に何度もビリってやっちゃったよねでもね、なんかあれをね、七夕祭り飾ってもらえるって嬉しいよね。そうそう、嬉しいね。いいね、どんな飾りができるのか楽しみだね。そうそう、ね、楽しみ。え、なんかさ、あのみんなあれ書いた？短冊か。短冊書いた？まだ書いてない？え、でもなんかあれだよね、ラジオで。そう、私たち、ね、私たちチャンバーラジオでお話して、個人的な内容ね、私は太らない体が欲しいっていう願い事を書いて書くって言ってて、分かる、ね、分かるよねあんずちゃんは何書くんだったっけ？なんか私はちょっと普段ぼーっとするときあるんですけど、そういうときなんかいろいろ妄想しちゃうんですね妄想しちゃうの？なんか恋愛とかそういうのじゃなくて、なんか普通に、あ、もし私がこうだったらって考えて、だからなんか妄想が止まりますように願い事に書きました。いいね。はい、ちゃんとかはもし書くとしたらどんなこと書くの？私は毎年すごい欲張りで、全部願い事が叶えますようにってお願いします。いいね。でも正直全部叶ったらそれは完璧だよね。完璧だよね。れいちゃんはなんか私今風邪ひいてるから、健康で、健康でいますもんね。健康が一番ですよ。大事だよな。そうそう、健康ないと叶わないね。そうそうそう、やっぱり元気でいたいね。そうそうね。ではそろそろ次が最後の曲となってしまいました。ありがとうございます。はい、それでは聴いてください。看板娘でおいでよ安城商店街。笑顔になる街。
ただいたのは看板娘でおいでよアンジョー商店街とハッピータイム看板娘バージョンでした。ありがとうございます。私たちはねちょっとだけ告知をさせていただこうと思います。はい、7月28日土曜日は北明治夏祭りに出演します。北明治夏祭りが看板娘の7月の定期公演となりますので、皆さんよかったら遊びに来てください。待ってます。はい、8月2日から4日毎年恒例安城七夕祭りが開催されます。イエーイ。今年もね、私たちたくさんステージやっちゃいます。その中に4日の土曜日は15時からキーボー村にてあゆえりーさんとゆうちえんじさんがゲストとして遊びに来てくださいます。ぜひ皆さんそちらも遊びに来てください。はい、そして17時からはですね、アンフォーレという、アンフォーレっていうと安城の施設、都市情報館にて、安城七夕ご当地アイドルフェスティバルを開催させていただきます。出演者さんはデラさん、岐阜のお姫隊さん、ラ花の民さん、アユレディさん、このまこまちさんです。皆さんぜひ遊びに来てください。盛り上がっていきましょう。その他私たちの活動は YouTube、Twitter、アメブロなどインターネットでも発信しています。安城スペース看板娘なる検索してください。は、今日は楽しかったね。楽しかったね。また来たいね。来たいね。来たよね。それでは、はい、今日はありがとうございました。以上、私たち安城商店街アイドル看板娘でした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さんの、アイドルパフォーマンスステージお楽しみいただきました。これからも応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。安城にも遊びに来て